あ、山本さん、ここですね、決定的だったのは、後頭部に、あるいは首にアクスボンバー、その反動で鉄柱に今度は額を通打と、ダブルパンチになってしまったわけですよね。そうですね、結局ね、後ろが来るってことはきついですし、なおかつ鉄柱にまともにぶつかってしまったでしょ、まあ、これが致命傷って言えばね、きつかったんですけどね。そうですね。そして、それからですね、やや意識朦朧といった感じでエプロンまで上がった、まあ、あの時点でもうちょっと足もちょっとおぼつかないような状態になってましたね。格闘競技者とのね、もう必ず戦うって本能を見せますからね、あそこで立ち上がったのもまあまあ致命傷っていうことで言えますけどね。それをもろに食ってしまった。そして、ちょうどよく見てます、ロープを右手で捕まえてましたね、あれが逆に言ったらね、いけないんだっていう感じで余計食っちゃってるわけですね。つまりはですね、右手が捕まっていってボンバーを食らった、まあ、これはちょうどですね、バーッと後ろに倒れるような状態に関しては、まあ、やや防御策ということになりますけれども、逆に衝撃をもろに食ってしまって食い止めてしまうと、ここで受けてしまうと、だからまあ2つに1つっていう感じありますけどね、諸刃の剣というか、なるほどね、さて、その気になる猪木選手の容態なんですが、まあ、今日ですね、新日本プロレスの事務所においても、昨日からのこのアクシデントからの経過説明、記者会見が行われました。医師のですね、コメントによりますと、まず幸いな怪我であったというのが印象に残りました。そしてですね、正確には脳震盪症ということなんでありますけれども、若干脳の方も腫れているということなんです。まあ、昨日意識が回復してから痛い痛いと本人漏らしていたようなんですが、今日あたり若干その痛みも薄れてきたようで、食欲も回復しつつあるということなんで、やや一安心といったところです。そしてですね、集中治療というようなその高度な治療は必要ないということなんですが、しかし1ヶ月間程度の安静が必要ということで、しかるべき入院措置を取るということなんです。山本さん、まあ、集中治療の必要がないということでも、まあ、若干安心するわけなんですが、どうですかね。そうですね、一抹の不安ありますけどね、本人17、18年も1回ありますんですよね、こういうことね、まあ一刻も早くですね、ファンの皆様の前にですね、回復したね、猪木を見てもらいたいですね。そうですね、今後推移を見守りたいと思います。さあ、猪木魂のゴングなる、危ない、アクスボンバー三つ股のやり、猪木最大